はい皆様こんばんは、えー、YouTube クラシック音楽道場をご覧いただきありがとうございます。こんばんはかどうか限らないですね。おはようございますか。こんにちはか,こんにちはかもしれないし。えっと、えっと、鍵盤を閉じてですね、こういう動画撮るの初めてかもしれない、あのお話だけの短いバージョンの動画を一つ撮ってみたく思いました。それはですね、 あのお話ししたい内容はショあこちらに用意しましたけどショパンさんですねショパンについてのたらればの話です。だけどうーなんかショパンに対する考察何を考えたかというとショパンがもしも39歳で亡くなってしまうんですけどもしも50歳まで60歳70歳まで生きていたらどうなったかというそんなことを 想像してみたんです実はあのー、今レッスンが終わったばっかりなんですけど生徒さんとそういう話になってえらい盛り上がってしまってこれはちょっと動画に残してみたいかなとなんでそういう話になったんだっけなえー、っとですね事の発端はショパンが二十歳の時にあのー、ですね祖国のポーランドを から離れるわけなんですあの音楽留学って言ってもいいのかな音楽の武者修行の旅としてこう腕を磨くためにあのワルシャワにだけいてはいかんからあのウィーンへ行くわけですねまずあのパリじゃないんです最初は二十歳の時にあのはいでそのところが出発に何ヶ月も実はかかってあの友達に書いている手紙では僕はもう何ヶ月ももう出発しようと思っているのに行くに。 いいけないあのうんおしゃべりにとどめようえっとですね手紙ショパンの「手紙」っていうね大事な私もよく読み込んだ本があるんですけどこの中にあるんですけれど何だったっけなあのまあざっと予約するとあのもしね今のその友達にティトゥスっていう友達に宛てた手紙で自分が出発してしまったならばもう二度と生きて自分祖国のえ帰ることが できない予感がするってショパン自身が言ってるんんでですすそうなんですショパンは偶然帰れなかったんじゃなくて明らかにそういう言葉があるんですショパンは自分がもう二度と帰れないかもしれないと思っていたこのこれ大事な情報なので私はあのすごく、えー、まあ大事にしてるんですけどこの事実を。 ショパンのの予言はその通りになります。なんで、まあ、そこにはへ政治的な背景があるわけなんですけれどちょっと政治のこと詳しく分かんないけれどつでも事実として私の知ってる範囲ではそうショパンが本当に何月だったかな二十歳だから多分1810年生まれのショパンが二十歳30年の時に多分出発して数ヶ月後にワルシャワ放棄っていう、うん 政治的大事件が起こるのかなでしょ、あのワルシャワ放棄でロシアからの,あの独立を願ったわけですよね。願って、ワルシャワ市民とかそのレジスタンスっていうのかな革命,、えー、革命軍がこう革命を起こす。だけどそれは鎮圧されるわけですよね。ロシア強いですから。ロシアは怖い。 今日でも強いあのそれでもうぺちょんとやられちゃって結局ロシアの,あの支配からは逃れられないそれをショパンは遠いウィーンの地で見ながらもうワルシャワでが戦争状態ワルシャワ放棄が起こったでもうあの家族が生きてるのかとかお父さんお母さん生きてるのですかってこのこれが私がちょっとポスターにしたんですけどあのシュツッテガルドっていうあのドイツの街で、えー、ショパンが。 えですねえー、と書いた書記それはもうそのもう混乱状態に陥っている、えー、とワルシャワワルシャワポーランドが非常にひどい状態になっていてそれでウィーンにねあのせっかく出てきたショパンウィーンにいながらも居心地が悪いんですってポーランド人っていうだけであポーランド人に関わるとあな,んかなんかちょっとあのロシアからなんか悪いことなんかロシアが怖いからって言ってショパンすごく オーランド人であるショパンがウィーンにいた時居心地がすごく悪かったもうここにはいられないって言ってパリを目指すそれでパリなんですってその行く途中にシュトゥッテガルトっていうこういうそう本当にまあまあねこれびっしりそのシュトゥッテガルトで甘い口近すぎるか書かれた彼女はどうなっただろうかどこにいるのかまあまあこの手記だけでもお話ししたいかどうか とにかくロシアの支配下にあるポーランドでだからショパンっていうのはもう超有名人にこの後なっていくわけでその有名人でありあともでもポーランドの独立を望んでいたそういう有志がねあのパリであ集まってっていうあの反乱反乱軍の一人なわけなんですだからショパンはあのー、そういった理由からもやっぱり ポーランド領内に入るとポーランドへ戻るともうなんていうかなやっぱ命の危険があるポーラロ,そうロシアの、ね、警察隊とかそういうのから、ね、逮捕されかねないですかねやっぱり反乱分子であるなんて思われたからにはだからそういう危険もあったからかあのショパンは、えっと、最後に両親に会うチャンスがあったそうなんですけどその時はあのポーランド領ギリギリの あの国境ですね、国境ギリギリここから向こうポーランドだけどショパンは越えないでこっち側ドイツ側にいながらあの向こう側からご両親が来てこのドイツ側で、えー、と会うことができた。でまあ両親は帰っていってショパンはポーランドの地をやはり二度と踏むことなくまたパリへ帰っていくっていうこういうこともあったぐらい本当にショパンは生きてる間にはポーランドには二度と帰れなかった。 しゃべるの長いな。で、そしてですね、その政治的な理由というのは、これはもう皆さん有名な話。もう一個、この,このショパンの手紙から私が見つけた文章は、ショパンの恩師であるエルスナー先生という、あのー、作曲の恩師ですね、ピアノも教えてたのかな、そのエルスナー先生がもうショパンに、もうすごい大いなる期待をもちろん持ってるわけですよね、ショパン、天才だから。で でワルシュアにばっかりいてもいけないと君はもうウィーンへ音楽の本拠地クラシック音楽のもうウィーンへ行って外国へ行ってそしてさらに作曲の腕を磨いてエルスナー先生がねそう言うんです君はポーランドの国を代表する偉大なオペラを書くべきだと書いてそういう,う作曲家になって戻っていらっしゃいっていうふうに期待したみたいですその文章が残ってます ここで考えたいのはショパンはオペラを書いたでしょうか書きませんね。書いてないですね。あのショパンはオーケストラの曲は書いてないです。オーケだけの曲、シンフォニーなんて書い,いてないです、えーと。残ってるのはもちろんあの有名な1番と2番の、えー、ピアノ協奏曲ですよね。もう華やかな。 ピアノとでオーケストラだってあのトゥッティの最初の始まりももちろんあのかっこいいす敵な音楽ですけどいろ、ね、んな工夫はされてるけどでもショパンはあの,あのコンチェルトが非常にあの問題であの当時から今日でも言われることある残念ながらあるかもしれないけどあのもう最高の傑作でありますけれどピアノなんてねもうショパンらしきもう華やかで切なくてでも美しい。 はい、この音楽ですオーケストラパートに限っては特に独創的性はないとかね多分そう言われてたらしいです。オーケーはななんかまああよよくありがちだよねーみたいなでショパンもやっぱ誇り高きあの部分もちろんあると思いますのでそういう批判をですね新聞に書かれたかどうか知らんけどするとオーケーあーまあ頑張って書いたけどまあ そんな自分がオーケストラの作曲が得意だというふうにも思ってなかったでしょうしショパンはもうピアノの詩人です。ピアノ、ピアノ曲です、もちろんね。もうあの、あの、もう65まで、オーパス65まであるんだけど、とにかく横山幸夫さんが2百0何十曲、270曲かな、バラバラにすると、全ピアノ独奏曲、それだけの、でも、どのも、うもうね、 最高のピアノ曲たちを残していった残していってくれた稀有な存在ですね他の、えー、最後には唯一ねチェロソナタっていうのをオーパス65って言って書くんですけれどそれも最後にロゴ最後のオーパス作品番号がついてるのがねチェロソナタそっから先生きたらどうなったかそれ,それはちょっと今さておき もう一回戻しますけどというわけでショパンはもうそういう批評批評があったからかオーケストラに興味がなくなってしまったのではないかと私の想像するところですただ事実としてオケの曲はほぼ書きませんアンダーテスピアノーともあるのかなあとその後もなんかオケに着手しようとしたかもしれないけどピアノの伴奏オケとにかくでももうほとんど形に私は聞いたことがほぼないかなショパンは というわけでエルスナー先生恩師からはオペラを書くオペラを書くってことはオーケストラの作曲ができなきゃいけないわけですよねところがショパンはもう二十歳でその時にあもうオッケーオッケー僕は書くのをもうやめたや,やだぐらいのもう覚悟がもし決まっちゃったとしてもう自分にはその時にでもショパンは人もいいからエルスナー先生からオペラ書きなさいって言われたらえどうしようと。 いやもうオケを描く気はなくなっちゃってるのにオペラを描かなきゃ祖国に戻れないって先生に合わせる顔がないってオペラを書けるようになってそして祖国へ戻ってきなさいなんて言われちゃったら戻ってこれなくなっちゃったんじゃないかな実はショパンが二十歳の時にもう二度と戻れないかもっていうのは私は私の考えではそういうショパンのあの 帰れない理由っていうのの一つにそういう理由があったのではないかとでショパンはもう体も弱いですし39歳で本当に亡くなってしまうんですけどここで話を進めましょうオーパス65でフランショームっていうチェリストの友人がいてその彼との協力を得ながらチェロソナタっていうのを書き上げたんですね最後にで「もしももしも」がここから始まります ショパンがね、ついにチェロソナタ成功するんですよ、きっと。その先どうなるでしょうね。トリオ書いてみようか。と。バイオリンとチェロとピアノのトリオなんて書いてみたらどうだろうあ。これもうまくいったら、今度は、あじゃあ、ピアノクインテット、弦楽四重奏とピアノ。それに、じゃあ、じゃあ、じゃあ、他の楽器のためのフルートのためのソナタとか、フルートのためのノクターンとか書いたり。 あるいはクラリネットや徐々に徐々にもしもですよショパンがねちょっとずつ室内楽っていう風に手を伸ばし始めたって言ってり他のいろんな曲のそなたとか小曲をノクタンでもバラードでもいいしそうやってね長生きして元気だったらそしたらだん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 だ楽器他の楽器のことも勉強してもちろんもうすでに勉強してるんですけど。 いやーいよいよオーケストラのためのノクターンを書けたかもしれない。オーケストラのためのバラード、スケルツも書いたらいよいよですね、そなた形式、そナタ3番だって書いてますからね、ショパンはそなた形式だって、まあ、すごい苦労してでも書けなくはない。というかもうバッチリ書ける。そなた形式が疲れるということは、一楽章のなんか公共曲が、ショパンが書けたかもしれない。それにはもう45歳ぐらいになる必要があるかな。40代で。 室内楽をマスターする40過ぎた時にいよいよ交響曲に手を出すもうその頃にはもうオーケストラを扱えるようになってきたらもうもうもうあのイタリアオペラに精通しているねショパンだからオペラの構想もできるポーランド代表するあのオペラを確認はポーランド語のオペラである必要があるマズルカがいっぱい出てくるでしょう マルカのリズムやポロネーズでねだってもうお手の物でしょそれをオーケストラで書くなんかねなんか勝手にワクワクするんですけどショパンが長生きだったらだけどででそれにもう一個のたらればがあるのはもうロシアっていう国がね強いので今でも強いですけれどそこにロシアがだからワルシャワを牛耳ってるポーランドを支配してたらショパンは帰れなんだけどもしもポーランドが独立を果たしたならばショパンが。 40代50歳の時に例えば革命が成功したロシア,ロシアをこう遠ざけてあのもう安心してねあのポーランド政府ということであのショパンが国へ帰れるともうポーランド人としてロシアの心配なくワルシャワへ帰ってお祖国へ帰ることができるなんていうそのたらればがもし起こったらショパンはいい年になってて帰ったと帰れた。 帰ったかもしれないとしたらねショパンの50歳60歳あるいはもう60歳、まあ、当時の人ね7810までまあでももう白髪になってね老齢の老ショパンがポーランドへ帰ってそしてあの故郷で故郷で次にエルスナー先生とのこのあのねあの約束であるもう別にパリで書く必要ないんですよそうなったら祖国へ帰ってワルシャワの街中が嫌いだったら あるいは街中にも家があってあるいはちょっとこう離れた郊外の生まれたそこのジェラゾバボーラでもいいんですけれどっていうすごいねあの郊外で生まれたんですよ土田舎でショパンの土田生まれた町私は行ってきてるんですけど町じゃない村もう,もう自然豊かなもう畑の真ん中のどかな、ね、そこで数年間ぐらいいたのかなそこで田舎暮らししながらここコツ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 とオペラを描いて そしてショパンは偉大なるねポーランドの国を代表するポーランド語のオペラをロー・ショパンがもしも書いたならばというそういう想像だけの話でしたがでもこれはくだらない想像ではなくてショパンという人の持っていたその背景二十歳の時にねあの本当に。 ポーランド,語ポーランドを代表するオペラを書くという使命を果たせなかったショパンです、実際は。だけどそれが果たせるようなあの、ね、その健康と、健康と、それから、ねあのうん、も,しもしもポーランドが独立していて安全に帰れたら、ね、ショパンがもしもそれに3つ目であのそのオーケストラ、もう室内学を通り越してオーケストラをあの自分で、うん。 扱う気にまたなったならばというたくさんのたらればがもしも長生きしていたらあったかもしれないというお話でした。長々と最後までお聞きいただいてきた方いらっしゃるのかないやあのー、はい以上です。えー、チャンネルもし面白かったらチャンネル登録とかえー、高評価いただけましたら。 またリクエストとかありましたらですね、どうぞコメント欄にあのー、あのー、いっぱい書き込んでください。こんあのご質問でも何でも承ります。初めてのおしゃべりのみ <laughs> 鍵盤の蓋閉じたままでした。またご覧ください。ありがとうございました。